お客様からこれ洗えますかって聞かれるのにはパターンが2つありまして、で1つはですね、このコートみたいにヘムの部分が全てロックかかってないカットオフなんですよ。でカットオフになっていて、もう糸がねたくさん出てる状態だから、これを持ってこられて洗えますかと聞かれたら、僕がプロとしてクリーニングできますかというふうな質問をされてるというふうなことなんですね。それに対してもう一つは、自分で洗えるかどうかを知りたい、これクリーニングに出さなくても家で家庭で洗えますかということを知りたくて質問されることがですね、ものすごく多いんですよ。まあ、洋服の洗濯表示を必ずお見せしてご説明するんですけども、洋服の素材や加工方法に応じて適切な洗濯方法を示すためにこういう洗濯表示ってついてるんですね。でもちろん洋服にはですね、綿、ポリエステル、シルク、ウールとかいろんな素材の特性があるんで、全部同じ洗濯方法でいいわけがないんですよ。また素材は同じでも染色やプリントなどの加工の違いで洗濯方法が違うよっていうことも大いにあります。また素材も加工も同じだけど量とか大きさでも洗濯方法が違ったりします。洗濯表示には洋服を正しく洗濯するための情報がちゃんと記載されてはいるんですが、それは誰がどんな環境で洗うかっていうのでも大きく変わります。家で家庭用の洗濯環境で一般の方が洗えるのかというようなことを僕は質問されてると思うんですよ。コインランドリーでクリーニング店が使ってるのとほぼ同じ機材を使えるのであれば、コインランドリーのデフォルトの設定で一般の方が洗えるのかなんていうようなことを聞いてるんじゃないと思うんですね。僕が聞かれるまでもない服っていうのはもちろん家で洗っていますよね。でも洗えないんじゃないかなって思うからこそうちに持ってきてくださってるわけで、でももしかしたらこれ洗えるのかなって思うからこそ聞いてみようってことになるわけです。まあ、洗濯表示の見方、絵表示の見方はですね、もうスマホに話しかけるだけで調べることができますよ。なので水洗い可能だよっていうことは分かってる。でもその水洗いという内容がですね、そのお客様が考えている水洗いとは違うような、手間のかかる水洗いであれば嫌だなと。だから家で洗えますかは、家で簡単に洗えますかであって、手間をかけたくない、面倒は嫌ってことが大半なんですよ。で洗えるけどこうなっちゃうよってことも知った上でね、洗えるかどうかを検討できるように、今回いろんな服のケアラベルを見ながらご説明しますので、最後まで見ていただければ嬉しいです。まあ、あくまでも僕の判断基準となりますので、僕と違う意見があってもおかしくないですし、実際にやってみる人がですね、満足に洗うことができればそのやり方は全て正解です。それじゃあ見ていきましょう。このセーターは水洗いができますと書いてあります。ただ機械力をかけて洗濯機で洗っていいよというわけではなくて、手洗いと書いてあります。素材は毛 100%、 つまりウール 100% なので、やっぱり素材の特性から言えば水洗いをするのはかなり難易度が高いだろうなと。手洗いなら洗えるけれど、綺麗に洗えるかどうかというのはちょっとやっぱりコツが、工夫が、手間が必要になるかなと思うので、まあ面倒なことしたくないなという方はね、やんない方がいいかなと思います。対してこちらのセーターはですね、アクリルなんですよ。素材がアクリル 100% という化学繊維になっていて、お洗濯表示も同じ水洗いでも、こちらは手洗いじゃなくて洗濯機の機械力をかけて洗ってもいいですよというようなことが書いてあるので、ただね、洗濯機の水流というか、その強さ、洗浄の強さをちょっと弱めにしてくださいねというようなことが書いてあります。でもこれはね、いけると思います。これはですね、シワとか縮みとかよりも心配なのは逆に伸びることの方が心配かなと思いますので、普通に脱水していただいた後はですね、平干ししていただく方がいいかなというふうに思います。で次、ダウンでございます。ダウンはね、やっぱりクリーニング代がお高めなので、できれば家で洗いたいな、節約したいなっていうふうに思う方が多いんじゃないですかね。ただやっぱり長く着てしまうことが多い、洗う頻度が少ない冬のアウターでありますので、汚れがたくさんついていることも多いんですよ。それをね、綺麗で清潔な状態にするためにメンテナンスをしたいわけですから、家で洗って綺麗にできるかどうか、洗えることは洗えるけれど綺麗に洗えるかというようなところで言うとですね、これはやっぱりもうクリーニングに出した方がいいんじゃないかなと。お洗濯表示的には水洗い OK でございます。機械力かけても OK でございます。でもこれだけ大きいものですし、ダウンが結構パンパンに入ってるし、洗った時にダウンが
偏ったりダマになったりしたのを元のふっくらした状態に戻すためには十分ダウンに空気を含ませてあげなければならないことを思うと、ご家庭でそれを再現するのはかなりの手間がかかるんではないかなというふうに思います。こちらダウンのベンチコート、長丈のコートで、ダウンがたっぷり入っていてかなり防寒性の高いものなんですが、これ洗ってあります。洗った状態でまだ乾いてはいるんだけど仕上げてない、ダウンを元に戻していない状態なんですよ。脱水してそのまま干してる状態、脱水したばかりだともうペッタペタですよ。もうダウンの膨らみが全くないような状態になってます。それはそうです、水で濡れるとダウンはペチャーンと潰れるし、そのまま脱水したことによってダウンがその固まってダマになって偏ってる状態だから、触るとすっかのすっかのところがあったりボコボコしてます。ここにダウン入ってんな、あここには全く入ってないなというような感じになってる状態なんですね。それ元に戻さなくちゃなんないわけですよ。表地も裏地も全部化学繊維、そして中綿詰め物はですねダウンとフェザーが入っているというような、先ほどのマムートのネイビーのダウンと同じで、お洗濯表示は手洗い、してくださいねというようなことが書いてあって、ドライクリーニングできなくてプロのウェットクリーニングになっているわけなんですけども、これもですね、手洗いだったらできるのかと、この溶弱、生地面積、このダウンの量、そしてダウンのキルティングがですね、結構ピッチが広くて、広い範囲にこうダウンが詰め物として入っているので、これはね、まあそんなに金額的に購入した金額がお高くなかったとしても、洗わない方がいいですね。ここペタペタです。もう全くダウンここ入ってない。ペタペタ。でもこっち側はふわふわ、ほらこう入ってる。これをね、均一な状態に元の状態に戻さなくちゃなんないんですよ。戻さなくちゃなんない。それはね、ちょっと家で洗ってしまうと大変かなと。しかもこの大きさですから、家で手洗いして本当に綺麗に洗えるのかと言ったら洗えないんじゃないかなと思いますね。これはね、やっぱちょっとお高くても綺麗で清潔な状態で着続けたいんであれば、クリーニングに出していただくのがよろしいかなというふうに思います。同じダウンジャケットでもこれぐらい薄手でダウンステッチのピッチ、ダウンステッチとダウンステッチのこう間がね、間隔が狭いものですと、ダウンがこう動く量というか偏る量が少なくて済むので、これはね洗いやすいですよ。これも洗ってあります。まあ、比較しやすいですよね。先ほどのはペッタペタのところがあったんですが、これはそれがありません。だからといって完全に元通り戻ってるのか、このままもう完成なのかと言われればそうじゃないですよ。そうじゃないです。まだ偏ってるところが正確にはあるんですが、それが分かりにくい、つまり元に戻す手間がそんなにかからないから洗いやすいというようなことでもありますね。ぜひね、乾燥機をかけていただきたいんですよ。脱水したばかりの状態で、全然乾いてない状態から乾燥機をかけるとすごく時間がかかっちゃうので、一度乾かしてほしいんですね。何時間か乾かして、何割か乾いた状態、もしくは完全に乾いた状態でもいいです。薄手のものって早く乾くので、それも洗いやすいというのがあるんですけども、で、乾かした状態で乾燥機をかけていただくと、より早い時間にダウンがこう空気を含んで戻ってくれるんじゃないかなと思いますね。コインランドリーの活用法としてですね、ダウンを元に戻すために乾燥機だけ使いに行くというのも大いにありだと思います。それからですね、可能であれば一緒にテニスボールを入れていただくのも非常に効果的ですね。ここに書いてありますね、裏表、逆にしてテニスボールと一緒に乾燥機にかけてください。衣類が完全に乾くまで繰り返してくださいというようなことが書いてあります。そのテニスボールがね、ダウンを叩いてくれて、それでいい感じにダウンに空気が含んで、ふわっと元に戻りますよというようなことが書いてあります。まあそれをすることでダウンの膨らみに劇的な差が出るのかと言われればそうじゃないですが、でも一度試してみるのもありだと思います。このダウンはですね、家で自分で洗えるでしょうかというような質問ではなくて、お宅で洗えますかと、クリーニングできますか、クリーニング屋さんでやってもらえますか、受け付けてくれますかというような質問をされるパターンのダウンですね。何が違うのかと言いますと、もちろんダウンの量もねパンパンに入ってるわけなんですけども、一番最初にお見せしたマムートのダウンと何が違うのかというとですね、素材がゴアテックスを使ってるということなんですよ。
コアテックスとここにパーテックスっていうのは裏地ですね、裏地の機能素材のことで、コアテックス表地なんですけども、素材そのものはナイロン 100%、 それにコーティングと樹脂加工がしてあって、中綿にダウンとフェザーが入っていて、でお洗濯表示見ていただきますと、ドライクリーニングできなくてプロのウェットクリーニングができて、で水洗いのマーク、一番左のマークに手が入ってますよね。これは手洗いのマークなんですよ。機械力をかけずに洗ってくださいと、手洗いで、水温は40度までを上限として、その下にですね、クリーニングはダウン製品の扱いに慣れたお店にお出しくださいというふうに書いてあるんですが、ここね、クリーニングはゴアテックスのダウン製品の扱いに慣れたっていうふうに追記してほしいぐらいですね。それから手洗いのマークをつけるよりもですね、もうそこじゃなくて、もう水洗いは罰にしちゃって、ウェットクリーニング一択にしてほしいですね。プロだったら洗えますよというようなことでいいんじゃないかなというふうに思います。先ほどのマムートと裏地表な、裏地同じなんですよ、パーテックス。先ほどのマムートもパーテックスでしたから。でもね、表地が違う、ゴアテックスのダウン、何が違うかって、水抜けが圧倒的に悪いんですよ。メンテナンスが極めて悪いんでね、これはもうプロにお任せください。じゃあゴアテックスは洗えないんですかというようなことで言うと、こちらゴールドウィン、ゴールドウィンはノースフェイスとかなり近しいブランドだと思いますのでご紹介させていただくんですが、こちらはですね、シェルジャケットになっていて中綿が入ってないんですよ。ただ同じように機能素材であるゴアテックスが使われておりますね。先ほどのノースのマウンテンダウンとお洗濯表示の内容はほぼほぼ同じなんですけど、これは家で洗えますよ。大丈夫です、中綿ダウンじゃないので、1枚仕立てなので。ただノースのダウンと同じで水抜けは悪いですよ、ゴアテックスですから。脱水機なんかね、壊れちゃうからやめてねって書いてあるんじゃない、その家庭用の洗濯機で。そういうゴアテックスとかレインウェアみたいな撥水性防水性の高い服って洗濯機がガタ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 言っちゃうよっていう風に。そしていくらね、そんな風に遠心で脱水したとしてもですね、もうびっしょびしょです、びっしょ濡れの状態で、ポタ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 しながらお風呂場に干していただく、まあ面倒だなと思ったらね、もうクリーニングに出していただくのはいいんですが、家で洗えるか洗えないかで言えば、先ほどのノースのマウンテンダウンと違ってこれは洗えます。ゴアテックスのハードシェルジャケットってめちゃくちゃお高いので、洗えるけど洗いたくない、洗わないアイテムの代表なんじゃないかなというふうに思うんですよ。ただやっぱりこまめに洗っていた方が長くいい状態を保てるので、洗った方がいいですよ。だからどのお店にもですね、レジ前に、レジ横にそのコアテックス用の洗剤が売られていたりします。正確に違いが把握できているかといえればできてないですけども、ね、市販のですね、コアテックス専用、コアテックスはこれで洗わなくちゃダメなんていうふうなことを、まあ、訴求して売ってるお店に対して喧嘩を売るつもりなんか毛頭ないですけども、コアテックス専用じゃなきゃ洗えないのかと言われればそんなことないです。まあ普通に中性洗剤使っていただければね、問題ないと思いますよ。アウトドアで、登山で、テクニカル要素でしか着ないんだという方は、一回山に行ったりして遊んできたら必ず洗ってからしまうというようなことを徹底なさっているとですね、10年ぐらいは余裕で着れるんじゃないかなと思うんですが、やっぱり、タウンユースでファッション性を重視して着てらっしゃる方ですと、ずっと洗わずに着続けることによってですね、汚れ、シミがどん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 ひどくなってきて、ひどい汚れになればなるほど洗浄力を重視しなければきれいにしにくくなってしまうんですが、ゴアテックスはそれがしにくいアイテムですから、目で見てわかるシミ汚れができる前にこまめに洗っていた方がですねいいかなと思うし、あとね、よくある襟のところの接着樹脂が染み出してくる問題、あれもね、たくさん着続けることによってずっと汚れが生地についていることでできてしまう接着樹脂の染み出し、ゴアテックスあるあるなんで、そうなってしまってからだともう手遅れなんでね、そうなる前にこまめに洗っていた方が絶対にいいと思います。家で全然洗えます。まあ、冒頭でお話ししたようにね、物によって洗える洗えないというのはね、違ってきますし、もちろんお客様の感情もね、どんなに洗えないっていうふうに言われていたとしても、こんなん全然もったいなくない、安かったなんて言うとね、クリーニング代出す方がもったいないと思ってやっちゃえ、失敗したら失敗したでいいやなんていうような感情になるかもしれないしね、でもどんなに家で洗えるよなんて言われてもね、これはめちゃくちゃ高かったんだ、めちゃくちゃ大事なんだなんて言うとね、もう信頼できるプロにお任せしたいというふうな人もいらっしゃるので、最終的には洗濯表示よりも感情が優先してしまうかなというふうに思うんですが、まあ何かしらの参考になれば幸いでございます。最後までご視聴ありがとうございました。